町村公共曲変路町長作品20はエルネストソ村が完成させた唯一の公共曲1889年9月に着手され、1890年12月に完成された。初演は1891年4月18日にサルエラールにおいて作曲者自身の指揮で行われ、まずまずの成功に終わった。1897年に、 アルトゥールニキシュがベルリンフィルハーモニー管弦楽団を指揮して本作をパリで演奏したところ大成功を収め1880年代から1890年代にかけてフランス公共学の豊穣な時代に作られた作品の中でも並び立つもののない存在となった。親友の画家アンリル・ルロルに検定されている。当時フランク学派に主流だった三楽章性が取られており、 各楽章には以下の発想記号が添えられている。ランがアレグロビーボレント、アレグロビーボトレ、ラントレレントアニメアニメ全曲の演奏には30分強から40分弱を要する。フルートに、ピッコロ1、オーボエ2、コーラングレー1、ピーカンクラリネット2、バスクラリネット1、ファゴット3、カイカンホルニ4、トランペット4、トロンボーン3、チューバ1、ティンパニー、ハープ2、 言語部。ショーソンはあまり多作家ではなく、作品番号にして、全部で三十九曲しか残していない。ショーソンの還元楽曲は、ごくわずかで、若書きの公共誌、ビビアーヌと、還元楽伴奏歌曲集、愛と海の歌の他に、公共曲の後で、ほんの二曲を書いただけだった。本作においては、恩師セザール・フランクとワーグナーの影響が交差しており、両者を通じて、 ドイツ・オーストリア音楽に伝統的な洗練された還元楽法や半音外技法が取り入れられている。しかし本作でとりわけ制裁を放っているのは叙情性,性であろう。一方で本作は1880年代のフランスにおける公共学復興運動の成果でもある。第一楽章は忘れられた暗黒時代を喚起するかのような 緩やかで沈鬱な導入部に始まるが、次第にこらえきれなくなってクレシェンドしながら、ついに輝かしく戯れるような主部へと至る。序情性は気高く悲痛な第二楽章に戻ってくるが、随所にオーケストラにとって演奏至難な箇所があり、巧妙な指揮者のエドアール・コロンヌを恐れさせた。修学章は、戦地における行進のような力強い動機が扱われている。 全曲を通してフランク流の循環形式が用いられているが、循環主題の扱い方はフランクに比べて控えめである。第一楽章の第一主題は、章村の好んだペンタトニックが使われている。ありがとうございます。